こんにちは、ピカフクの岡ちゃんとコブです。このチャンネルはビッグな男を目指すチャンネルです。それではどうぞ。おはようございます。朝です。何コブちゃん。お小遣いです。今月のお小遣いをいただきました。タバコ代もこれなんだっけ。当たり前じゃないですか。今日ダニエルさんのさ、オフ会誘われたじゃない、その代金もこれ。はい。まあとりあえず着替えて午前中はチラシを配りたいと思います。はっはっ。じゃあ今日も頑張ってやっていきます。あーだり。じゃあまずチラシ配るか。ダニエルズオフ会があるじゃない、それまでまだちょっと時間あるからホームページがさ表示されないあれをちょっと直そうか、Google マイビジネス。なんで表示されないの、謎だよね、皆さん便利屋ピカフクって打っても Google マイビジネスの方が登録されないんですよ。ひらがなだよね、ピカフクの服をひらがなで打つと表示されるんです。それが便利屋ピカフクホームページって打つと出るんですよ。なんでなんでしょうかね。ちょっとわかる方いたら教えてください。あ、ちょっと調べてさ、やってみようよ。 Google マップ登録とあと Wix のなんだっけ SEO 対策やってね。ホームページが上に来なかったら話になんなくね。あれちょっとさ、ウィックス出してよ。結構検索上がってるよね。直接訪問をしてくれてる方がいらっしゃるわけじゃない。だからそのさ、直接訪問でさ来てる人がいんのに、なんか電話があまりならんということがね、ホームページに問題ありでしょ。変えようよ。だってこの前さ、悪いって言って変えたばっかじゃん。あんたのその気まぐれで変えるのがどうかって。だってまだわかんないじゃん、こんな短い期間でさ。変えたの最近じゃん、だって。変えたって言ってもあんなんか全然変えたことになってねえじゃん、バカタレが。でさ、やってないからそんなこと言うんでしょ、どんだけ大変かとかさ。んな俺だってできるさ。じゃあやればいいじゃん。自分でさ、そうやって全部文句言ってさ。変えよう変えってすぐ言うけどさ、やるのは私なんだよ。やれよ、じゃあ俺がやってやるもん、バカくすったれ、うんこ。変えれるもんならやってみればいい。うんこ、下品な言葉言わないでくれ。うんこ、これちゃんとうんこ流せ。俺だってやろうと思ってたの、女ちゃちゃちゃのちゃだよ、お前。ホームページの1個や2個ぐらいでピー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 言いやがって、こっちだってやれるんだよ。ちょっと、どこいじったらいいかわかんねえよ。自分で調べればいいでしょ、何でもできるって。俺だってそのくらいできるって言ったんだからさ。せ、うんこまん。うんこ流せ。それしか言えない。あんただってさ、LINE で送ってくんじゃねえかよ、こんなの出ましたって。そっちの方が陰湿だわ。何年前の話だよ、お前。あれだって、だって長いうんこが出たんだから、お前。それ送るだろ、お前。こんなびっくりするのが出たんだから。あ、やべ、動画撮ってた。皆さん、あんな小豚ちゃんに頼らず俺ができるってことを証明してやろうと思います。 Google にサイトも提出してあるのになんでで表示されないんだろうな、本当によくわかんないな。皆さん、ちょっと僕は無理っぽいっす。はあ、こぶちゃん、ごめんね。ち
調子に乗ってごめんね。どうだったんですか？まあまあできた。30分ぐらい本気で考えたんだけど、まあちょっと向き、人に向き不向きあるなと思うから。そういう熱いハートの持ち主だからさ、そういう風な言い方はしない方がいいよ。いいからいいから。調子こいてすいませんでしたって言えや。調子こいてすいませんでした。チャンネル登録よろしくお願いします。いいですか？中身が問題じゃないとね。中身もちょっと分かんないけど、だから今日ダニエルさんのあれでさ、オフ会でさ、行こうよ。いろんな人が来るって言ってたからさ。それなんだけどさ、うん、なんか食中毒とかのね、衛生講習っていうのやってんの。ああ。なんかそれの打ち合わせの日程がちょっと急遽変更になっちゃって、今日って言われちゃったの。今日？水分急だね。本当は明後日の予定だったんだけど、はあ、都合が悪くなっちゃって、うん、あれか、30分ぐらい講演会やってなんか金もらうやつか。そうそう、あれ結構授業いいよね。うん。30分で、うん、皆さん、コブちゃんは管理栄養をやってまして、糖尿病の方とかさ、どういう人を病院で扱ってたの？メタボリックシンドロームっていう生活習慣病、とりあえず総合病院だったから。うん。皆さん、もしダイエットや血糖値とか高血圧とか、まあ、いろいろ困ってる方いらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください。お電話でコブちゃんが食事相談だったりアドバイスできると思います。そして皆さん、僕は精神科に勤めていましたので、メンタル的な相談を聞いてほしいっていうのだったり、人に言えない悩みって皆さんあると思うのよ。やっぱ近所の人には言えなかったりとかさ、あると思うからさ、まあ、そういったお話もできれば聞かせていただけたらと思います。少しね、心が楽になるからね、人に話すっていうのでね、分かってくれた人がいるっていうだけでね、まあすごいいいアドバイスを出せるかどうかわからないんですけど、お話を聞くっていうのはもう得意でございますね。ぜひよろしくお願いします。俺もコブも10分1000円で漏れなき売り出し中です。どんなご依頼でもお願いしますということで、やっていくか。よし、コマーシャルも打っといたから、もうこれで大丈夫でしょ。じゃあもうちょっとホームページやってダニエルさんのオフ会に行ってこようと思います。俺とりあえずあれだな、風呂入ってくるわ。もうこれだから。やべえ、コブがいないんで全然わかんねえ。待ってんのか。この中で顔出しダメな人います？いやいっす。全然問題ないですね。あ、大丈夫ですよ。だって多分言ったら、だってみんな YouTube やってる。そうですよね。あ、確かに。俺以外全員、ユーザー以外ね、ユーザー以外 YouTube やってるんで。ハウスクリーニングですか？ハウスクリーニングですか？いや、まあ僕不動産にお手紙作戦でやってるんですよ。やってますよね。お手紙作戦どうなんですか？あれ微妙ですか？結局空室清掃だと値段の叩き合いになっちゃうんで、はい、そうっすよね、うん、いやー困ったな。最初でもあれやればいいんじゃないですか、ポータルサイト、プラスのマーケット。あー出た。あー、とりあえず経験積むっていうので、とりあえず、うん、でもなんか僕負けそうなんですよね、チラシ配り行くのが。あ、こっちで仕事取れっからいいんじゃないですか。これで競馬当たればいいだろうですよ。なかなかね、そこはなんか決めればいいんじゃないですか。あ、出すかどうか。100万円とりあえず売り上げを出すっていうことで、なんか例えば高圧洗浄機買うお金を、はい、とりあえず作るまでやるみたいな。素晴らしい。そっからは初めの資金調達みたいな感じで。そう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 。なるほどね。洗浄機買わないですよね。100万円ああ買わない。ダニエルさんもほとんど今 YouTube、TikTok ですもんね。うん、そうっすよ。うわ、すげえな。
インスタとか使うの？インスタもやってますよ。なんか僕最初の方のあのなんかニートダメ男コブが上げてたやつ。そう。あのスタンスのままでいい。そうなんですよ。僕あっこう絶対いいと思うんですよ。あの本当クズの本当の土底辺からそっから。このまま使っても。買ったっていいんすか？絶対それやった方がいい。勉強になるわ。じゃあコブに言っときます。そうなんです。お前サムネセンスねえからお前帰ろう。ビビってんじゃねえよ。私が考えてるのに。うるせえ、俺は聞いてきたんだよ。そうじゃない2軒目いきます。あ、ごまこっか。行っちゃいましょう。でもここからあっちは行ってみましょう。ということで、こぶちゃん。はい。今日は飲み会お疲れ様でした。お疲れ様でした。あんま言ってないけどな、まあ、風呂もしっかり入ってあと寝るだけなんですけど、はい、ここで一踏ん張りしようと思います、今日話した内容をまとめようと思います。でアナログ的なそういうチラシの集客だけじゃなくてやっぱりネットからの集客も使った方がいいなっていう。で七鹿さんとかダニエルさんとか他の方もね、俺が初期の時にクズ感が出てたあのサムネイルとか雰囲気がいいと、あれがお前の色だということでした。やはりこれがね難しいのがさ、 YouTube を大きくするには俺それいいと思ったの。でもそれであの雰囲気で仕事を取ってくるかっていうとなかなか難しいよね。どう思う？いや絶対無理でしょ。俺ってさダメなところが目立つけどさ、いい部分もあるわけよ。結構わかるだろ、ね、いい部分わかるだろ。ああ、編集でそこはどうにかしてくれよ。いい感じに。でサムネイルの方も色が今ないからクズ感を出しなさいって言ってたけど、ちょっとその辺のサムネイルもさ考えようか。サムネで引っかかってないってこと？引っかかってないっていうかクリックする気にもならないサムネってことか、うん、であとはね今輸入が狙えないじゃん、 YouTube とかホームページからの、うん、だからあんまりやりたくなかったけど暮らしのマーケットとかいろいろあるじゃない、やろうかなと。ただそこで稼いだ金で満足しちゃう自分がいらっしゃるから、俺は多分バカだから仕事あんじゃんとか言ってさ、なんかまたパチンコとか行ったら大変なことになるじゃん。だからそこの金は全部コブに預けて、うん、全部次の月の集客にぶっ込む、あの新聞折り込みに使ったりとか、うん、集客的なのに使う、自分でお客さんを取ってこれるものっていうのにお金を投資する。あとは不動産のお手紙はやめる。反応率 0% だから。だから不動産への手紙にお金を使うんだったら、そっちの集客的なメインに使った方がいいから、それやめて営業行こう。この近くの地域の俺をもしかしたら使うかもしれないっていう中小企業、お知らせ的なのでお伺いして、まあ、使ってくれるかどうか分かんないよ。門前払いかもしれないけど、一応挨拶だけするっていうのはありなんじゃないっていう。オフ会は結構勉強になったんですか？勉強になりました。よかったね、誘ってもらってね。うん、あとね営業もしてたよ。最悪決算動画次ゼロは絶対嫌だったの、うん、もう仕事をもうバイトでも何でもいいから振ってもらえるように、うん、リョスさんにこうやって「社長お願いします時給1000円でもいいんで、本当に仕事ゼロ件だったらちょっと僕一日お邪魔していいですか」みたいな。そしたら「あいいよ」みたいな優しい、ありがとうございますって言って。でも できる限りよ、旅費さんに頼む前にできる限り自分で考えて動いた結果、月末に行くラストの週末に仕事が来なかったら、うん、もう本当に一生のお願いを頼むしかない。もうここで早速使わせてください。じゃあお願いしといた方がいいんじゃない。あ、そうです。旅費さんもし見てたらよろしくお願いします。お世話になるかもしれません。ということで今回は飲み会の方に行ってまいりました。あと一つ、うん、オープニングを撮り直そう。あ、そうだね。そう、 YouTube を見てくださってる方は俺からしたお客様なわけよ。僕は岡西と申します、どうぞよろしくお願いします、誠実な男で売ってまいりますみたいな、だからそういう風にしたいなって。じゃあ今は誠実系に行くってことね。明日でしょ。よろしくお願いします。お仕事くださいと。それでは皆さん、今日のミーティングはこれにて終了となります。明日はコメント動画撮ります、よろしくお願いします。おやすみなさい。おやすみなさいませ。それでは岡ちゃん、コメント返信お願いします。はい、コメント返信させていただきますと、今日も京都でチラシ配りに行ってきましたんで頭べっちゃんこでございます。で今回は初コメントもたくさん来ました。
こんなに来ました。ありがとうございます。初コメントの皆さんに拍手をお届けしようと思います。初コメありがとうございます。はー、パチ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 、ありがとうございます。初コメント以外にもたくさんのコメントありがとうございます。もう把握しきれないぐらい、来てとても嬉しく思います。 20、30? なんか過去の中にもついたら考えると30ぐらい、まあ、20から30の間ぐらいでね、ちょっとざっくりで申し訳ないんですけど、本当にありがとうございます。すべてのコメントを目を通させていただき、そして文章の方で返信させていただきました。よろしければ返信の方も見てみてください。で、今回この動画で返信をいつも初コメントの方と今までコメントしてくれた中から一人最新コメントで選んでいたんですけど、今回初コメの方が9名いらっしゃるということで、初コメントの中から一人ずつ選ばせていただきます。よろしくお願いします。それでは返信させていただきます。はるさん、いやもうコメントありがとうございます。引っ越し関係は多分3月がマックスに忙しいと思います。僕の友達で引っ越しやってるやつも3月マックスで忙しいと言っておりました。そして電気工事士の方、こちらのね資格の方も僕ちょっとネットで見てみたんですけど、なんだかよくわかんないから、こういう変な何マークオメガっていうの、難しいものがいっぱい並んでて、ちょっと僕にはできないかもしれないです。してみる、時間あるんだからやってみればいいんじゃない。まあちょっと勉強してみようと思います。まあ、とりあえず電気工事士の方も前向きに考えてみようと思います。そして資金調達の方ですが、安心ライフさんも資金の方がショートしたらやばいから、確定申告前だったらお金借りたらっていう、まあでも今んとこまだショートは平気そうだよね。借りる、まあちょっとその辺もコブと相談してみます。僕は借金するのはあまり怖くないんですけど、ちょっとコブちゃんの方がね、ちょっとそのお金をね借りるっていうのにちょっと抵抗があるみたいなので、ちょっと二人で話し合って決めてきます。たくさんのアイディアの方ありがとうございます。またよろしければご視聴の方どうぞよろしくお願いします。それではコブちゃん、コメント返信お願いします。はい、では私が返信させていただく方はこちら、クメさん、コメントありがとうございます。褒めていただいてありがとうございます。私は自分の声がちょっと低くて、どちらかっていうとコンプレックスがあったので、こういう風に褒めていただけるととても嬉しいです。また私が返信したら、クメさんがまた返信返してくれて、特に私のファンって言ってくれたのでとても嬉しかったです。ちづよさんもなんか私声褒めてくれてたのでとても嬉しいです。ありがとうございます。もしよろしければ今後もご視聴のほどよろしくお願いいたします。コメント返信の方は以上となります。皆さんたくさんのコメント本当にありがとうございました。まあ、今回の動画はホームページを作ろうとしたけど僕はできず、そしてダニエルさんのオフ会に参加して勉強してきたという動画です。しかしですね、チラシは巻いてるんですが未だに電話は鳴りません。これはちょっと僕の YouTube が上に出ちゃうことがちょっと関与してきてるんじゃないかと、ちょっとビクビクしております。でオープニングの方も撮り直しをしてみようと思います。やっぱりね、チワとか言ってる場合ではないと思います。その辺は変えようと思います。長々とご視聴の方もすみません、ありがとうございます。次回もよろしければ見てください。チャンネル登録まだの方はこちら、チャンネル登録とグッド評価、グッド評価ですね。グッド評価の方もお願いしますと。それでは、また。